めて頭文字取ったもの名前が、あの TBO とかね、かなりいい方だと思う。もう結構来てますよね。もうこんにちは、田村装備開発テクダです。よろしくお願いします。はい、本日はですね、テドさんでいいですかね、読み方は。はい、はい、テドさんの、スタッフさんというかですね、もう管理をされているタガッチさんと、コラボをさせていただきましてですね、本日はまずは紹介動画ということでですね、動画を撮らせていただこうと思っております。はい、じゃあすいません、タガッチさん自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。テドの、マネージャーしています、タガッチと申します。テドのマネージャーの前で言うと、まあ、現在も進行中ですが、サバスナというチャンネルで、サバゲースナイパーで動画を上げています。そちらの方もね、ぜひチェックしてみてください。はい、で、今回は、サバゲーフィールドテッドの、マネージャーと、まあ、竹尾さんからご依頼というかね、お話がありましたので、じゃあ一緒に私のフィールドでサバゲーしてみませんかということで、今回こちらの、テッドで、サバゲーをするという形で、一緒に今日この場で遭遇してよろしくお願いします。読み方はテッドではなくてテッドですか？そうですね、どちらでも、テドでもテッドでもなんかそう、あまり統一はされてないです。ちなみに T マウントと T マウンドはどっちですか？T マウントですね。 T マウント、はい、マウントではない、ね、T マウントではないですね。もうなんかマウントっていうのが流行りすぎてですね、なんかみんなそうやってマウントって言うんですよね。どういう意味ですかって言われるときに、しょっちゅうなんか滝尾さんからマウントを取られるフィールドですみたいな感じのなんか言われ方してるんですけど、そんなことないですからね。はい、T マウントです。マウントは市街地のマウントで、田村の T です。はい、ちなみに瀬戸さんはどういった名前の略称ですか？当フィールドは筑波環境開発機構ということで、すごいなんか漢字 の, ごっつい名前で、それを、全て頭文字取った名前が TDO で、テドという形で、ただ正式名称めちゃくちゃ長いんで、最近はもう略称でしか自分も言ってないです。なんで筑波環境開発機構なの？それで言うと、自分が関与する前 の,、はい、関係者がそういう名前にしようっていうことで、はい、作り出して、でそこにこう自分も知り合いだったので、はい、こう関わっていく関係で、あ、こういう名前なんだということで、ただやっぱりこう実際にやってみると、長くやってるとやっぱ略称が欲しくなってくるんで、漢字全然略せなかったのでアルファベットでつくかんとかにすればよかったです。なんか呼びづらいと思うんで、はい、カジュアルな感じでね、まとめられてますね。そうですね、自分が結構バイクでサバゲーに行くっていうのをもうかれこれ8年ぐらい続けていまして、まあ、その都合もあって、まあ、比較的多分バイカーの人から見たらめちゃくちゃ乗せてんなっていうぐらい荷物乗せてるんですけど、まあそれも兼ねて、まあ比較的こうラフな格好でっていうことで、でまあそういうコンセプトでこういろいろ揃えたっていう形ですね。でキャリーは511のですね、タクテックを使っています。でこれはもう5年か6年ぐらいずっと同じプレキャリーを使用して、結構年季が入ってるんですよ。なかなかもう結構来てますよね。もうそうです、もしょもしょが結構多分タックテックを同じサバゲー週1ぐらいの感覚で6年使ってる人は多分なかなかいないんじゃないかなと自分は思っています。もうこのすごいですね。で、まあ、ここら辺とかもそうなんですけど、この S タックの、マグポーチの下側、この通常のカバーバンドっていうか、バンドがもう、ここの下がたるんじゃってつかないので、結束バンドで上から止めています。それでなんですね。見てもいいですか？はい、結束バンドでこんな感じで。あ、なるほど。もうここが今ゆるゆるなんで、ちょっと前のめりになるぐらい。この回収の部分も含めて物持ちが尋常じゃないということが分かります。ここのポーチは何が入ってるんですか？これは。これは何も入ってない。あ、これです、ここと。あ、ここメディカルキットが入ってる予定だったんですけど、今も一応なんか残骸みたいなのが中に入ってると思います。はい、ベルトの方が、こちらはローニンのベルトですかね。こちらは、ローニンのレプリカのベルトを使っています。はい、これ一時期自分のチャンネルでもちょっと紹介したんですけど、ワーカーキットさん の,、はい、ローニンのレプリカ の, 一式ですね。ここからこちらのポーチ、ダンポーチまで一式全部。あ、これはもう一式揃ってるんですか？そうです、一式揃って、この形で、で自分が結構レビューした後もなんか使いやすくて、
気に入ったので最初はあの511のベルト使ってたんですけど、じゃあもう511統制だったんですね。そう、511でこう合わせてたんで、それでただ今はこっちを使って、でホルスターだけ、ホルスターの、ね、下の部分だけ別につけている、うん、あ、じゃあ逆にそのホルスター以外も全部フルセットなんですか、これ。これそうですね。あ、すごいですね。そんな売り方してるんですね。あ、そうなんですよ。あ、これマガジンポーチ、これ S タックじゃないんだ、逆に。そうです、こちらはレプの S タックです、はい、それで言うと。でも面白いですね、なんか浪人のベルトに S タックの、あ、浪人レプ、ベル S タックレプで、後ろこれ T レックスですね。そうですよね、これそうです。だからいろんなやつがガチャってなって それでセット売りしてるっていう、なんかあの面白いですね。こいつの話になってしまいますけど、もともとこいつが一番最初にこのセット売りしたレプリカがあのオリオンベルトだったんですよ。ああですよね、はい、で多分オリオンで使った時のそのエースタックとか の、はい、あの合わせ物を全て、浪人のこのベルトできた時に全部合わせてつけたっていう形なんだろうなと自分はちょっと思ってます、ね、なんか勝手にこの企業案件みたいな感じぜひどうぞ、と最近は結構この格好でそのままあと VSR とか、あの最近だと VSR1 持ってあの普通にスナイプに行くという形でやっています。あのプレキャリ自体はそのあまりギリスーツとかを着るっていう習慣があの一時期からもうずっと耐えてたので、あのもうプレキャリ着てなんかちょっとしっかりめの装備着た状態でスナイパーやろうってことで、なのであのたまにした迷彩服上下あの着たりしてるんですけど、その際もまあこのプレキャリだけはつけて、で VSR 持って、あとハンドガン持ってという形で、その時も同じようなスタイルであのスナイパーとかやっています。どっちかというとアーバンスナイパー的な感じ。アーバンスナイパー、アーバンスナイパー。最近はもうずっとこのエスタックの 7.62 をもう、もうずっと常時使ってる形。これ 7.62 なんですね。そうです、これ 7.62 なんで、あの一時期 AK ストームハマってた時があったんで、あとスカー H とかもう全部中に入ります。はい、このグラスを今、アンバーっていうんですかね、あの、まあ、ESS とかだと名前がアンバーとかって色だと思うんですけど、この色使ってるのとかやっぱこだわりとかあるんですか。はい、とこれは本当に結構最近で、半年前ぐらいからこのスタイルでやってるんですけど、はい、その一時期はずっとクリアで、やっていまして、ただやっぱなんかこう動画を撮る都合上なんかこう目がずっと映ってるのもなんかこう見栄え的なっていう、なんとなくそのやっぱ黒とかのサングラスの方がなんとなくやっぱかっこいいっていうのもあると思ったので、まあ、中間取って、ただやっぱ黒だとやっぱその自分スナイパーっていう都合を考えるとやっぱ索敵がちょっと甘いなっていう時がやっぱ特に暗い森の中だとあるんで、ちょうど間取ってこの色で、で、まあ、この色だと結構あのコントラスト変わって見やすい部分もあるんで、はい、というわけで最近はずっとこのグラスを使用しています。結構あれですね、あの ESS のクロスボウとか あのアンバーっていうカラーがあるんですけど、はい、あのアンバーと比べるとちょっと、こちらは YDX ですかね。 YDX です、はい、YDX のこちらのこれは何ですかね、アンバーって言ったらいいんですかね。そうですね、なんかアンバーとイエローの中間みたいな感じなんですけど、結構透過率も結構いいですよね、これだったらね。かなりいい方だと、あの暗すぎちゃったりとかもするんですけど、同じアンバーでも暗いアンバーとかもあったりするんですけど、かなり可視光率もかなり高いんで、これだとすごいやりやすそうですね。比較的あのそういう面では結構見やすい方かなとは、自分コントラスト あの変化でいうとこちらの方があのはっきりと変化しているという形ではあります。そうですね、私もですね、スマイルアイタクティカルさんのハイコントラストレンズっていう、はい、ちょっとピンクがかった方を使ってるんですけど、はい、やっぱそういった索敵の時とかのコントラストとか、その実際やっぱ目に入ってくる情報ってすごい大事なんで、そういったところをやっぱりあの考えられて選定されてるってところで、結構やっぱりあのすごいなと思いますということで高橋さんの、ね、装備構成ですね、はい、まあ、洗練されてる本当装備だと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。